世界観似てますもんね。こんな感じです。ボーン。女性のシルエットだったり、出していいんだ。北欧デスメタルの国ですからね。世界に向けて本質を捉えたデザイナーであれるように。ネイティブアメリカンのものになっております。おお、本当だ。ボーグの表紙を飾りたい。おお。こんにちは、シトレイです。今回はですね、ストリートスナップ、楽天ファッションウィーク編ですね。楽天ファッションウィークで魅力的な人がたくさん撮れたんで、今回は前編と後編に分けてお届けしたいなと思います。で、早速前編なんですけどね、結構いろんな人がいるんですよ。まあ、デザイナーさんでしょ、かわいいのよ。あとは、まあ、ファッションキッズももちろんモデルさんもいるし、あとはね、面白いところだと歯医者さんも撮らせてもらいました。ぜひ、ご覧ください。どうぞ。お名前と職業を教えてください。加藤純子です。はい、歯科医師です。歯科医師さん、はい、はい。今日全身こんな感じになってます。純子ちゃん、今日は何のショーに来たんでしょうか。ペットコのショーに来ました。ペットコどうでした。すごいあのディスコみたいな雰囲気になってて、うん、彼女の世界観だったりとか、ちょっとシアな感じが全面的に出てて、もう今までで一番好きでした。私も一番好きだったそして今日着てるのは、ちなみに、はい、これはセキコで、コレロとワンピース。コレロも、ペットコ、はい、で、靴がマルジェラの靴で、バッグがロエベ。ピアスはアニカイネスっていう。へぇ、アニカイネス、かわいいな。カークマークみたい。そう、旗の持ち。なるほど。どうでしょう、東京のファッションは。純子ちゃんから見て、なんか割と抑圧されてるようなイメージが、その日本のファッションとして結構あって、確かに割とその体のサイズ的にも海外のものがあったりしたので、割とこの海外ぐらいのものばっかり着てたんですけど、最近女性の解放だったりとか、女性のシルエットだったりとか、もう出していいんだ、見せていいんだっていうのがこうはっきり意思が伝わるブランドがすごく増えてきたなと思って。あ、それすごいわかる。フェチコしかり、フェチコしかり、原田さんもそうだし、あとヘンネさんもすごい好きなんですけど。あ、そうだね、はい、彼女もすごいやっぱり強い女性のロマンチックなデザインっていう、同世代であれだけ頑張ってる子がいたから本当に励みになるし、これからも追っかけます。なるほど、ありがとうございました。じゃあねー。ヘンネデザイナーのアンナチョイです。はい、アンナちゃんです。今日はこんな格好をしています。かわいい、ありがとうございます。そして、今はアンナちゃんどこにいるんでしたっけ。今は、ヒカリエの8階ギャラリーでヘンネの展示会を開催しております。してます。5シーズン目だよね。はい、うん、こんな感じになってます。今着ているものが今シーズンの、はい、チャプター5の新作です。ドレスになってます。こんな感じです。チャプター5のコンセプトがアンチテーゼというコンセプトで、ちょっと小さなスパイスというか、いつもブランドで掲げている強きロマンチストの強き、内側に秘めるこう強い思いみたいなのをあぶり出したコレクションになっております。いつも本当なんかこうパワフルな感じだよね。今なんかこうドリーミーっていうのが強かったけど、はい、改めてアンナちゃんにとってのファッションの魅力は何でしょうか。自分を等身大に映し出してくれる自由な表現ですかね。こんなににもとらわれない、こう自由に自分自身を表現できる最大のツールというか、一つが魅力なのかなと思っております。確かになんかみんなにその話聞いてるんだけど、同じ感じのことを言っていて。本当ですか。だからファッション好きな人が自由に見えるのって、好きな服着てるからなのかな。そうだと思います。ねえ、なんか改めてちょっと今話した、そう言われればって思った。じゃあアンナちゃんの将来のファッションの野望もしくは夢は。世界に向けてあの活躍できる、そしてきちんとあの本質を捉えたデザイナーであれるように頑張ることです。できると思います。アンナちゃんはクオリティは多分私の中ではすごいあの新人の中でも飛び抜けてると思ってるから、いけると思います。ありがとうございます。じゃあねー。嬉しいです。つぐみちゃん、こんな感じになります。今日はこんな全身になります。こんな感じです。そのしましまのコートはどこの。こちらヴィンテージになります。綺麗だね、かわいい。上機能で。パンツは。パンツはバーバリーです。バーバリー、はい、そして靴がマーチン。マーチンです。で、バッグが。バッグがこちらのヴィンテージです。なるほど、はい、つぐみちゃん、今日は何のショーの帰りでしょうか。ヘチコさんのショーの帰りです。
書出てたよね。はい。モデル始めてどれくらいになるの？1年半ぐらい。あ、そう。どなたきっかけとかってあるの？きっかけは友達の紹介です。モデルの仕事の魅力は？え、でもずっとやりたかった職業なので、うんうん、本当に今できてるのが嬉しいです。なるほど。じゃあモデルとしての夢とか聞いてみようかしら。Vogueの表紙を飾りたいです。おお。かっこいい。頑張ります。でも言ったら叶うやつだからね。バイ。行ってかなきゃ、行ってかなきゃ。じゃあ次、防具の教室で見ること楽しみにしてます。楽しんでください。じゃあね。ありがとうございます。コウタロウです。コウタロウくん、学生です。学生さん、どこの学生？はい、東海大です。東海大、嘘。はい。見えない。何専攻してんの？北欧学科って言って、うんうん、文学とか雑貨とか。北欧なんだ。かわいい。北欧、あ、でも北欧デスメタルの国ですからね。何着てるか教えてもらっていいですか？はい、まずじゃあトップスから。ビビアンのジャケットに。ビビアンなんだ。オーエンズで買ったレディースのジャケット、うん、で、マリリン・マンソンの T シャツです。あ、北欧っぽい。そして靴はあのロンドンのボンテージパンツとマーチンです。なるほど。後ろは？後ろ、後ろもいい感じでセディショナリーズな感じです。素敵です。今日は何しに来たんですか？何しに来たって言い方もあれですけど、今日はまあさっきまで原宿で買い物してて、うんうん、今日は渋谷に来ました。ファッションウィークで。ファッションウィークで。なるほど。ありがとうございます。じゃあねー。文化服装学院に通っています。今は2年生です。名前、年齢は22歳です。で、もりもりくん。はい。です。で、名前は井上光也です。光也くん。はい。会社員で、年齢は30歳です。見えないね。ありがとうございます。お二人はどうやって知り合ったの？昨日ビビアの展示会のあそこのショーのところで初めて知り合いました。それでお友達になって、はい、まあ、世界観似てますもんね。こんな感じです。ボワーン、ふわふわです、ふわです。じゃあ、もりもりくんから聞いていきます。そのジャケットはどこのでしょう？このアキトンメロウノっていう、なんか日本で多分あのエイランっていう代官山の美術、うん、あの美容室のところで初めて、うんうん、ディスプレイとして置いてあったんですけど、うんうん、これ初めて買わせていただいて、うんうん、見た瞬間に自分だなと思って。ザ・ツユですよ。そしてこれはネックレスなのかな？これハーネスですね。お花のハーネスで。かわいい。どこの？ノワール系ニノミヤで。なるほど、はい、ワンピースもノワール系ニノミヤのハーネスです。似合うよね、こういうのね。そして、マルジェラの旅です。このふわふわはビビアーノになってます。ビビアーノです。ビビアーノです。セットアップになってます。あ、セットアップなんだ。いや、超かわいい。靴がオソロのマルジェラ。ファッションの魅力は？石戸さんとも出会えるきっかけにもなりますし、人とのツールになりますね。出会いのツールですね、本当に。そうだね、だってそうやって二人で出会ったもんね。言葉なしにやっぱ伝わるものがあって。確かに確かに。そしてファッションの自己表現だと思います。自己表現、はい、自分自身を表現、こういうのが好きですよ、はい、ということで、じゃあねー。シティショップコンセプターの片山久美子です。はい。そして月です。月です。1歳7ヶ月です。1歳7ヶ月です。さよちゃんの田中を、東コレデビューで、はい、東コレデビュー、はい、拝見させていただきます。もしかして最年少なんじゃないでしょうか、デビュー。ちなみにつっくんのそのベストはどこの？これはヴィンテージです。ヴィンテージ、はい、リアルネイティブアメリカンのものになっております。おお、ほんとだ、すごい、はい、そしてさよちゃんに敬意を表してリーバイス入ってきました。リーバイス入ってきました、はい、そしてリーバイスつながりでいくとママも、私は、シティショップ田中の別注の田中のパンツです。パンツです。そして、はい、インナーはこれはヴィンテージの超ミニミニの、うんうん、子供用のデニムジャケットです。そして、上に着ているガウンみたいなやつはこれはヴィンテージです。なるほど。で、バッグヴィンテージです。
そして靴。靴はなんか大昔のなんかです。なんかです。雑に言ったな。ファッション好きだと思うんだけど、はい、洋服の一番の魅力って何ですか？心が動くことですかね。いろいろね、今ね、大変なことがあって、洋服屋をやってると、このまま服を売っていていいのかとか悩んだりするんですけど、うん、でもこう連日ショーを見させていただいて、もう無条件に心が震えて感動して、うんうん、なんかもうまだ前に進みたいなって思わせてくれるので、うんうん、改めてこのショー、ファッションウィークでなんかすごいファッションの世界で生きていけてて幸せだなと思いました。お疲れ様でした。こちらこそです。それじゃあね、うん、じゃあね、バイバイ。チキン、ナギキッシュ、ナギキッシュ今やっといたらすごいよ。いいよ、あ、またの機会でお願いします。またの機会でじゃあね、バイバイ。あ、バイバイしてくれた。バイバイ。はい、楽天ファッションウィークストリートスナップ、こんな感じでした。結構バラエティがたくさんあったんじゃないかなと思います。東京の面白さって、あの年齢もそうだし、性別もそうだし、ファッションのジャンルもそうだし、レンジが広いことがすごい面白いなと思いました。それぞれがそれぞれの個性だったりとか、持って生まれたものだったりとか、状況を生かしたファッションをしているのがすごく印象的だなと思いました。はい、そして次は後編ですね。後編もなかなか悪が強い人が出てきます。お楽しみに。じゃあねー。